羽田雄一郎は、日本の政治家。参議院議員、国土交通大臣、参議院国土交通委員長、参議院沖縄及び、北方問題に関する特別委員長、民主党参議院国会対策委員長、同幹事長代行、同参議院幹事長、民進党参議院幹事長、立憲民主党参議院幹事長などを歴任した。東京都世田谷区で生まれた。 成城学園中学校、慶和学園高等学校、玉川大学文学部芸術学科児童、先週家庭卒業。大学卒業後は伊藤中記念財団に勤務する。1997年により、衆議院議員で、自身の父親の羽田勤務の秘書を務める。1999年10月、村沢牧の死去に伴う参議院、長野県選挙区補欠選挙に、父、 羽田勤つが所属する民主党公認で立候補し、自由民主党の深沢健一郎らを破り初当選。2001年の第19回参議院議員通常選挙、2007年の第21回参議院議員通常選挙でも再選された。なお、2006年、長野県知事選挙への出馬を要請されたが、辞退した。この選挙では、 現職の田中康夫が落選し、村井一氏が初当選した。2010年7月、民主党参議院国会対策委員長に就任。2012年6月4日に発足したのだ第二次、改造内閣において、国土交通大臣に就任、初入閣した。また、同日付で、国務大臣としての所管事項として、海洋に関する施策を、 集中的かつ総合的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当することとなった。野田第三次改造内閣では国交大臣に留任し、海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整は、前原政治国家戦略担当大臣へ担当が交代。 父が政界を引退したことに伴い、2012年12月の第46回衆議院議員総選挙にて、父の地盤である衆議院、長野3区から後継者として倉替え出馬することを検討していたが、民主党が世襲候補者の選挙出馬を認めない方針を打ち出したことから、倉替えの断念を余儀なくされた。2013年7月の第23回参議院、 議員通常選挙では民主党への逆風の中で当選し4選。同年8月、郡司明参議院議員会長の下で民主党参議院幹事長に就任。同月、沖縄及び北方問題に関する特別委員長に就任した。2015年1月に行われた民主党代表選挙では元幹事長、細野武氏の推薦人に名を連ねた。 2017年9月に行われた民進党代表選挙後の執行部人事で幹事長代理に就任。11月、小川克也参議院議員が自身の長男の不祥事で離党届を提出したことに伴い公認の参議院幹事長に就任した。2018年5月7日、民進党と希望の党の合流により決闘された国民民主党に参加。 同党の役員室長に就任した。2019年7月21日投開票の第25回参議院、議員通常選挙で合戦。2020年1月30日、参議院本会議で2019年度補正予算案が採決された際、地元に大被害を出した例は、元年東日本台風の復旧復興費を含む予算案だったことから、 国民民主党の方針に増反して賛成票を投じた。これを受け党は2月5日の役員会で厳重、中処分とした。同年9月15日には立憲民主党と国民民主党が合流して新たに誕生した立憲民主党に参加、同党と社会民主党との参議院会派の幹事長に就任した。同年12月27日16時34分。 新型コロナウイルス感染症のため救急搬送された東京大学医学部附属病院で死去。五十三歳没。同月二十四日深夜に三十八点六度の発熱などの症状を訴えており、二十五点二六。両日は公務を欠席して自宅で待機。二十七日に新型コロナウイルスの PCR 検査をクリニックで受ける予定で秘書の運転する車で、 医療施設に向かう途中で呼吸が荒くなるなど容態が急変、羽田が、俺、肺炎かなと言った後、会話が途切れたために、秘書はその場で救急車を手配し、東大病院に搬送されたが死亡が確認された。翌28日に、福山哲郎立憲民主党幹事長が明かした、ところによれば、羽田には、糖尿病、高止血症、高血圧の基礎疾患があったという。 死亡後の東京都観察医務員による検視において PCR 検査で新型コロナウイルスの陽性が判明、発病から死亡までの期間は不詳とされた。日本の現職国会議員が新型コロナウイルスに感染して死亡した初の事例になった。羽田の死去に伴う参議院長野選挙区の補欠選挙は翌2021年4月25日に実施され、有一郎の弟、 二郎が当選した。2021年1月の参議院、内閣委員会において参院議員の杉尾秀才が、今回の件について、痛恨の極みです。直前までとても元気でした。本当に信じられません。改めて、新型コロナの怖さ、問題点を指摘したいと質問。羽田さんのように急性し、後で検査をして陽性だと分かったケースはたくさんある。もう一度。 政策を見直してくださいと訴えた。政府の新型コロナウイルス対策を担当する西村康都市経済再生担当大臣は心からご冥福をお祈りしたいと思います。こういった事態が起こらないように全力を挙げて取り組んでいきたいと応じた。2021年1月19日、政府は死没日をもって13位に助し朝日大受賞を追贈することを決定した。 5月19日、三院本会議での哀悼演説は、信仰のあった、お辻秀久が務めた。2018年7月に発覚した、文部科学省汚職事件において、贈賄容疑で逮捕された医療コンサルタント会社の役員の男に、自身の政策顧問の肩書きを持たせていたことを、文部科学省は10月30日の自民党部会で明らかにしている。羽田という姓はもともと、 旗で、ルーツは二千数百年前、中国の寝台にあるという。父、羽田勤と同様、下記には、省エネルックの愛用者であり、陶器には、人民服風のマオカラースーツの愛用者であった。保育士資格を有する。母の祖父である、津下文太郎が、プロテスタント系クリスチャンであった影響もあり、自身もプロテスタントであることを生前に明らかに、していた。 ありがとうございます。